今日と明日、日銀の金融政策決定会合が開かれます。今回の会合ではアメリカの FRB 連邦準備制度理事会による利上げの停止が見込まれる中、日銀がマイナス金利の解除に向け何らかの方向性を示すかどうかが焦点の一つです。また消費者物価の伸びが目標の 2% を超える一方、実質賃金の伸びは前の年を下回っていて、日銀が現在の経済情勢をどう評価するのか注目されます。